血石町遊覧第五の冒頭部、血石町遊覧第五は、現存する最古の古事の楽譜。通常の漢字を使った、文字譜という方式で記している、唯一の例でもある。中国で失われ、日本にのみ残る、逸存書である。序文に売れば、会計の九名という人物が、両末に九義山に陰性していたが、古事をよくし、遊覧の曲は最も優れていた。 真のサダメージ3年にギットの王宿命に伝えた。9名は隋の海王10年に97歳で没死した。血石蝶王という蝶は他の曲には見られないが、勝石舞という四章からなる舞曲の蝶ではないかと推測されている。洋影流によると、勝石舞は元曹操の作詞による払い舞という曲であったが、歌詞が東林血石。 遺憾総会から始まるために、南北朝時代に、血石と呼ばれるようになった。また、払い舞の音楽はそれ時代館内の民謡である、歩みで夏文行をとにしており、したがって、血石朝遊覧の基本的な旋律は、館内の民謡に由来するだろうという。また、遊覧は、近曲の一種で、ガフシュー五58に、イランミサオ、一曰く遊覧ミサオとして見える。 西洋、古都ミサオには、孔子が諸国を放浪して用いられず、炉に帰る時に、ひっそりした谷に、乱が咲いているのを見て、自らが用いられないことを乱に託して、イランミサオを作ったという伝説を載せる。血石腸有乱の楽譜は、後世の金譜と異なり、通常の漢字で記されており、非常に上調である。これを文字譜と呼ぶ。タブラチアの一種で、温向を記すのではなく、 どの指でどこを押さえて、どのように弾くかを言葉で説明している。東大以降は、弦アザプが発明され、文字符は使われなくなった。血石超遊覧は現存する唯一の文字符の例で、ある。血石超遊覧の解釈は、お牛ソラが行い、現在の復元演奏に際しても参考にされる。血石超遊覧は、日本の人工院急増の写本が、唯一の楽譜であり、 日本の国宝である。新末のこいつ奏書によって中国でも知られるようになった。ありがとうございます。